はあ。わあ、でかいかも。どうも、ゆうとです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、親のアオリイカですね、ハルイカを狙いにジーソにやってまいりました。今シーズンね、結構釣れてるなんて話を聞いているので、釣れているうちになんとか一杯は釣りたいなと思います。そしてですね、今回シマノさんのセフィアクリンチフラッシュブースト 3.5 号ですね、品薄でなかなか手に入らなかったんですけど、なんとか入荷直後にお店に訪れたら買うことができたので、できればフラッシュブーストでいっぱい釣りたいところですね。それでは早速やっていきましょう。今日は満月の大潮ですね。かなり明るいです。全然風がないのでとてもやりやすいです。海もほぼ凪状態ですね。今の気温が5度ぐらいなので、4月の終わりには寒いですね。まあ、風がない分そんなに寒く感じないので、やりやすいはやりやすいですね。春のアオリイカ狙いの兆候なんですけれども、今回で4回目になります。うち1回ですね、 830g のメスのアオリイカ釣り上げることができました。まあ、かなり小ぶりなんですけどね。なので今のところ1勝2敗といったところです。結構コンスタントに釣れてるっていう情報をキャッチしたので、なんとかですね、今日はお昼ぐらいまで粘ってアオリイカ釣りたいところですね。さあ、来たー。おお。あー、出るねー。めっちゃドラグ出る。来ましたねー。どうでしょう、ちょっといいサイズかもしれないですね。あー、これオスですね。結構良さそうですよ。よっ、大丈夫かな。よし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 。うわエギのカラー変えて1投目でしたね。アオリイカゲットです。結構いいサイズですね。キロは間違いなくありそうです。また後ほど計量してみます。いやー、ようやくハルイカらしいハルイカ釣れてくれましたね。結構立派なオスでした。あのかけた後の走り、たまりませんよね。この引きはもうハルイカならではですね。やっぱり何回釣っても楽しいです。だんだん明るくなってきましたね。僕の経験上、朝まずめに結構いい思いをしたことがあるので、ここで追加を狙いたいところですね。きたー。うわー、出るねー。あー、めっちゃ走る。うん、元気。これもキロあるかな。さあ、近づいてきましたよ。よいしょよいしょ。はい、本日2杯目ですね。オスのアオリイカです。ゲットです。がっつり噛まれてますね。すげえ。地合いはあっという間に終わってしまうので、どんどん投げましょう。おほっ、来たー。うわー、めっちゃ走るなー。
うん、後ろはついてきてないですね。あー、足一本だ。あー、危ないな。よし、あ、オッケーオッケーオッケー、刺さってる刺さってる。メスのアオリイカゲットです。多分1キロちょいぐらいですかね。3杯目ゲットですね。いや、順調です。やっぱ春イカ楽しいな。ファーストランの引きはたまりませんね。もうやみつきになります。マジで？あー、バレた。マジか。まだいるな。あ、来た。来た、追い食いだ。やった。やーべえ、めっちゃ釣れるじゃん。まさか追い食いしてくると思わなかったな。伝えらかしたと思ったのに。オスかと思いましたけど、メスですね。ちょっといいサイズのメスです。よいしょ。オッケー、ちゃんとかかりました。はい。オスナオリイカゲットです。フラッシュブースト、いい仕事してますね。やばいな、春イカ完全に始まってるわ。ていうか今年完全に当たり年ですね。間違いない。こんなにポンポン釣れる年はなかなかないですよ。やっぱりバレてもすぐに回収しないで誘いを続けた方がいいですね。おー、乗った乗った。よっしゃ。サイズはそんなに大きくないですね。よっしゃ、よっしょ。メスのアオリイカゲットです。多分これはキロないと思います。いいですね、フラッシュブースト。なかなかいい仕事してくれてます。セフィアクリンチフラッシュブーストが出回った頃はなんかあんまり釣れないとか、なんか直前まで寄ってきて結局抱かないとか、そんな噂が立ってましたけど、全然そんなことないですね。バリバリ釣れます。よく秋のイカは激しくしゃくって、春はゆっくりなんて言ったりしますけど、僕はそんなに意識したことがないですね。正直今と変わらない、こういったゆっくりなジャークでも全然秋でも春でもバンバン釣れてくれます。特にそんなにたくりにこだわりは持ってないですね。僕もエギング始めたての頃は春イカから入ったんですけど、結構悩みました。何回行っても釣れないし、しゃくり方が悪いのかなってすごく悩んだんですけど、多分そんなにね悩む必要ないと思います。やっぱりいるところを探すっていうのが一番の近道ですね。実績のあるポイントに通うことがやっぱり大事だと思います。根気よく投げ続けることが鳥海の第一歩だと思います。ちょっと暑くなってきたので着替えました。さあ続きやっていきましょう。でかいかも。すーげ走りすぎ。もうラインをひったくるような当たりでしたね。すごい勢いでラインが走ってたのが見えました。あ、でも思ったより大きくないな。ファーストランはすごかったんですけどね。あー、かかりがめちゃくちゃ浅い。こ
これはまずいぞ。バレるかもしれないな。今、よし。ふう、危ねえ。はい、オスのアオリイカゲットです。すごい綺麗ですよね。走るね。いい引きだ。光と心は悪くない。でかいね。超一かもしれない。これメスか。めっちゃでかいな。はい、アオリイカのメスゲットです。さっきのやつ根がかりかと思ったらイカでしたね。しっかり当たりも遠のいてしまったので、これにて終了。お疲れ様でした。というわけで自宅に帰ってきました。それではですね、一杯ずつちょっと計量してみようと思います。1309401350175124064140147以上7杯でした。残念ながら自己新記録の 2.5 キロに到達するような個体はいなかったんですけど、それでも7杯釣れてくれただけでもう満足です。爆釣ですね。めちゃくちゃ楽しかったです。山陰の春のアオリイカ、まだまだ始まったばかりなので、皆様もぜひ狙ってみてください。それではご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter もやっておりますので、そちらもぜひ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。